後ほど詳しくお伝えします。さて今週は台風の影響もありまして非常に風が強かったですが、今週末どうなんでしょうか。斉藤さんお願いします。おはようございます。今週もお台場合衆国の会場フジテレビランド1階広場から天気をお伝えします。今夜は東京湾大花火祭が開催されるということで、私も浴衣を着てみました。今日は東京湾周辺は雨の心配はないので楽しめそうです。さて今のこちらの気温ですが27度あります。とても蒸し暑いですが、風が吹くと少し涼しくも感じます。では今のお台場の様子ご覧いただきましょう。ご覧のように今日は雲の多い空となっています。それでは今日の関東のお天気です。午後を中心に晴れて日差しが強くなるでしょう。南から暖かく湿った空気が流れ込んで蒸し暑くなりそうです。関東北部では夕方以降雷雨にご注意ください。予想最高気温です。昨日よりぐっと気温が上がります。熱中症には十分お気をつけください。詳しい天気は後ほどお伝えします。ちょっと恥ずかしそう。照れが入ってますね。浴衣で花火大会ってのもいいですよ ね、 いいですね。今日は浴衣を着てお台場合衆国の会場フジテレビランド1階から天気をお伝えします。さあ今日も暑い夏となりますが、サエコの観天望気、今日のテーマは真夏の空を彩る花火です。今夜はこちらのように東京、埼玉、群馬、茨城各地で花火大会が開催されます。さて今日の東京湾大花火祭、目玉は尺五寸玉という大きな花火、ちょうど直径でいうと45センチあるんですが、これが打ち上がるとどのくらい上がると思いますか。実は上空400メートルまで上がるんです。今建設中の東京スカイツリーと同じくらいの高さなんです。では花火がパッと開いた状態、それはその大きさも400メートル近く、あの東京タワーもすっぽりと収まる大きさなんです。今日は花火を見に来られる方多いと思います。ぜひ素敵な思い出作ってくださいね。それでは全国の天気です。北海道は晴れそうです。低気圧や前線に近い東北や北陸は局地的に激しい雷雨があるでしょう。その他の各地も雲が広がりやすくなります。続いて関東の天気です。午後を中心に晴れて日差しが強くなるでしょう。南から暖かく湿った空気が流れ込んで蒸し暑くなりそうです。午後は大気の状態が不安定になります。時間ごとに見てみましょう。傘マークはありませんが、北部では夕方以降雷雨の可能性があります。予想最高気温です。昨日より気温が上がります。熱中症には十分お気をつけください。最後に週間予報です。日曜日と月曜日も晴れて厳しい暑さです。火曜日以降は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く雨の降る日もありそうです。以上、最後の観天望気でした。